どうもジョジョベーカリーです。今日は神夜食ピザをまた作っちゃいます。夜ご飯早めに食べちゃってお腹空いて我慢できないよって時結構ありません？早めに晩ご飯食べることはいいことなんですけど、空腹を耐えるのは正直辛いですよね。そんな時は60分でできるキノコ爆盛りピザを食べれば全て満たされます。あとは寝てる間に勝手に脂肪を燃やしてくれるので安心してお休みください。ということで早速作っていきましょう。まずは生地作りです。今回の材料はこちらです。いつ空腹が起きてもいいように材料は揃えておいてくださいね。キノコは冷凍できるので常備しておくといいです。粉類は全粒粉とふすまパンミックスです。全粒粉は粗挽きタイプを使っています。この2つの粉をしっかりと混ぜ合わせます。そしたらいつもは半分別のボウルに移してるんですけど、今回は1つのボウルで作っていきますね。左右に溝を作ったら、まず片方に塩ですね、オリーブオイルも同じところに入れます。そして反対側に砂糖とイーストですね。イーストはスーパーに売っているインスタントのもので大丈夫です。材料の準備が OK なので、イーストめがけて40度くらいに温めた水を流し込んでいきます。水は温めることでイーストが活性しやすくなります。それでは台に出してこねていきたいと思います。今日は全粒粉がたくさん入っているので、こんな感じで最初はブチブチとちぎれちゃうんですけど、こねていればまとまってくるので大丈夫です。オープニングでも話したキノコがなぜ脂肪を燃やすのかと言いますと、キノコキトサンというキノコ特有の成分が豊富に含まれています。このキノコキトサンには脂質の吸収を抑えてくれる働きがありますし、すでに蓄積されている脂肪を燃焼する効果もあります。ご存知の方も多いかもしれませんが、キノコはカロリーも糖質も圧倒的な低さですからね。しかもビタミン、ミネラル豊富というイケメン食材、憧れちゃいますね。大体生地は5分ぐらいこねてたところです。しっかり伸ばしても穴が開いていないので、最後は V の字にこねて表面を整えていきます。大体2分ぐらい V の字にこねていきました。今日の生地は指で押しても弾力は弱いですね。生地の表面にデコボコ感がなくて、ボソッと感とかもなければ OK です。ということでこの後は5分割にしていきたいと思います。分割を終えたら一個一個丸めていきますね。しっかりと生地の表面が張るように回転させながら丸めていき、後ろを軽くつまんでいきます。こちらを5個やっていきましょう。5つの生地を丸め直したので10分間ベンチタイムを取っていきます。濡れ布巾をかけて、それはおやすみなさい。それでは成形始めていきましょう。今日はオーブンシートの上に直接生地を置いて成形していきます。この方が多分楽に成形は行えると思います。生地の閉じ目は下のままで大丈夫です。指の腹を使ってだいたい8センチぐらいの円に広げていきます。今日はこれだけで OK です。残りもやっていきますね。ちなみにこの時は綿棒を使っていただいても大丈夫です。あとは生地がベタつくようであれば打ち粉とかも使っちゃってくださいね。この後発酵なんですけども、中心に具材を乗せていくので、なるべく内側部分を薄くしておくと乗せやすいかなと思います。では5個成形が終わりました。ラップかキャンバスなどを敷いて、その上に濡れ布巾をかけて二次発酵を取っていきたいと思います。それでは行ってきます。それでは二次発酵が終わりました。フォークを使って生地の内側1センチにピケ入れていきます。これをすることによってオーブンの中で生地が膨らむのを防いでくれます。そしたらキノコを中心に乗せていきます。ちなみにキノコは冷凍すると旨味も栄養もアップします。例を挙げると、えのきは冷凍することによってキノコキト酸が12倍にアップします。冷凍するときは生のまま洗わずにしてくださいね。それでは210度に予熱したオーブンで焼いていきたいと思います。それでは行ってらっしゃい。美味しくなって帰ってきて。それでは早速なのでいただきます。
生地はサクサク食感で、なおかつ歯切れがいいですね。つながりが弱い生地なので、ポロッと崩れ落ちるんですよ。例えるならビスケットのような食感ですね。そしてキノコはというと、旨味を吸っちょる。噛むほど中からじゅわっと旨味が出てきて、なおかつプリプリ。そして唐辛子の辛さ、お酒好きな人一旦集合です。めっちゃ美味しいので、ぜひ皆さんも作ってみてください。今回のこちらのキノコ爆盛りピザのレシピを含む、食べても痩せるパンのレシピ一覧をプレゼントしています。受け取りたい方は概要欄一番上の LINE よりお受け取りください。これからもまた今日みたいな夜食ピザも投稿していく予定なので、まだチャンネル登録してない方は今のうちにしていただければと思います。少しでも美味しそうだなとか、自分も食べてみたいなと思ったら、グッドボタンもお願いします。今日も見てくださりありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。バイピシー。